こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はアンティークコイン、モダンコインを学ぶということで、イギリスノーブル金貨とはという話をしていきたいと思います。こちらがノーブル金貨になりますね。1つ目、グレートブリテンがイギリスコインの名称。2つ目、エドワード3世よりスタート。3つ目、1344年から1464年あたりまで。4つ目、最近はハンマーコインも注目されているということで、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、グレートブリテンがイギリスコインの名称ということで、日本だとイギリスっていう呼び方をしたり、あとはユナイテッドキングダムとかっていう呼び方をすると思うんですけど、コインの方はですね、グレートブリテンって呼ぶのが通常になります。コイン探す時もグレートブリテンっていうのを英語で打たないとなかなか情報にたどり着かないので、グレートブリテンで探すっていうのがまず1つ目です。で、王室、イギリスの王室が1154年からスタートしたというふうに、まあ、コインの世界ですねでは書いてあって、初代はヘンリー2世の英国最古ですね、最も古い金貨はこれのゴールドペニーということで、7枚ぐらいしかないというふうに言われています。まあ、今回、ヘリテージオークションにおそらく出ていくと思うんですが、まあ、きっとおそらく1億円ぐらいになるんではないかというふうに思っています。まあ、その後ですね、フローリンっていう金貨やレオパードで、そしてノーブルというコインが出てきて、この2つ目のところですね、エドワード3世のノーブルからがこのノーブル金貨のスタートになっていきます。まあ、これモチーフですね、表面の方は王冠をかぶった王様ですね、盾と剣を持っていて、まあ、船に、まあ、乗ってるというか船にいるっていうようなモチーフになっています。で、裏面の方がオーナメンタルクロスということで、装飾されたクロス、要は十字架のモチーフになっている金貨たちで、3つ目が1344年から1464年あたりまでということで、まあ、この王様の歴史通りに進んでいくんですが、まあ、最初リチャード2世っていうのが一番最初の王様で、このノーブルとしてデザインされています。まあ、これでだいたい数百万円ぐらいなんじゃないかというふうになっています。で、その次がヘンリー4世ですね。ヘンリー4世のは非常に珍しくてレアでですね、おそらく1000万クラスのコインなんじゃないかというふうに思います。で、次がヘンリー5世です。ヘンリー5世、こちらの、まあ、ヘンリー5世でおそらく100万から200万円のコインになっていて、その後がヘンリー6世、こっちがヘンリー6世の方ですね。まあ、これだいたい100万から800万円ぐらいの価格帯であるんじゃないかというふうになっています。で、その後もあって、エドワード4世っていう方が、王様がその後のノーブルとして存在してるんですけど、こちらの方はだいたい500万から800万円ぐらいの価値を持っているということで、非常に高い金貨になっていると思います。だいたいこれ7グラムぐらい、これだと 6.86 グラムということで、まあ、これ NGC の今スラブケースに入ってるんですが、入ったばっかりですね。スラブケース自体も新しいので、まあ、これヘンリー5世って書いてあって、まあ、これグレードは AU58 というグレードになっています。で、4番目ですね、最近はハンマーコインも注目されているということで、まあ、このイギリスのコインっていうのはやはりウナライオンを起点として新しくなっていったり古くなっていったりするんですが、そのまあ5ポンドと言われるものが5ギニーになって、そこからまたどん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 歴史が遡っていって、割と出だしがさっきお話したゴールドペニーっていうところから4つ目5つ目ぐらいがこのノーブルという通貨の単位になっています。なので、まあ、この辺全部1300年とか1400年なので、まあ、大体500年以上昔、500、600年昔なので、全てこうハンマーで、当時の金のこう職人さんっていうんですかね、金細工の職人さんがハンマーで売ったコインっていうのがこの時代のコインの特徴になります。このコインっていうのは、まあ、これアンティークコインとモダンコインを学ぼうっていうことで、モダンコインの1オンスの大きな金貨ですね、こちらも非常に人気が高くて、だいたい最初にこのコインの世界に入ってくる人っていうのは、そのピカピカの1オンスの、まあ、プルーフとかですね、 MS の金貨を買っていくことが多いんですが、まあ、だんだんこういろんなコインを見ていくうちに、まあ、こういったハンマーみたいなコインを選び始め、まあ、それよりもっと古くなるとアンシェントっていう古代
コインに行ったりするので、まあ、非常にコインの、なんて言うんでしょうね、種類、カテゴリーが違うので、まあ、本当に古代のものが好きな人から、こういったハンマーのもので、もう少し1600年、700年ぐらいのプレスされているもの、そして1800年ぐらいの、まあ、うならゆのあたりのプレスの技術がかなり向上してですね、綺麗にパッチリと打たれたもの、そして近代に行けば行くほど、よりディテールの細かいプレスが打てるっていうことで、まあ同じ、まあ私はよくこのコインの話を金でできた芸術作品っていうふうに呼ぶんですが、このもう手打ちハンマーコインっていうのは本当に芸術品なので、ぜひ一回、まあ、手に取ってですね、まあ買わなくてもこれ、見れる機会があればぜひ見てほしいんですが、本当に写真なんかと違って、本物のコインっていうのは非常に素晴らしい芸術品のような、趣があるというふうに思います。で、今日のまとめですね、一番目、グレートブリテンがイギリスコインの名称なので、イギリスコインっていうふうに検索するよりかは、英語でグレートブリテン、ノーブルみたいに打つと、まあいろんな情報が拾えるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ最初はさっきのヘンリー2世のゴールドペニー7枚しかない金貨とかが元々の王室になってからの金貨ということで、まあこのイギリスの歴史、王室の歴史、あとコインの歴史っていうのを学んでいくと、まあいろんな種類の金貨銀貨が打たれていて、非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。で、2つ目のところがエドワード3世からスタートしたということで、リチャード2世、ヘンリー4世、5世、6世、エドワード4世ということで、これ古いからとてつもなく高いんじゃなくて、先ほどのだってヘンリー4世のがかなりレアで高いということで、あと逆に新しめのエドワード4世も高いということで、このヘンリー5世6世の中には、まあ割と手軽に買える、まあ手軽って言ってもそれでもやっぱ100万近くするとは思うんですが、まあ、そのような価格から買えるものも存在してるっていう形になります。あとハンマーコインも、このなかなか鑑定が、この数字がつく鑑定になりづらいんですね。まあいわゆるディテール鑑定、クリーニングしてたり傷物、もしくはもうすごい摩耗しすぎていて、クセフグレードみたいなのがつきやすいんですけど、このように、まあ、au50 以上60台とかっていうのが出てるのがあれば、それを買っとくっていうのは非常に投資として素晴らしい考えなんじゃないかなっていうふうに思います。で、4つ目が、最近はハンマーコインも注目されているということで、まあ先ほど言ったようにウナライオンを中心とした、例えばジョージ4世とかですね、その辺がこの5ポンドから始まったんですけど、ギニーとかっていうふうにいろいろ言っていく中で、ハンマーのものにも注目が集まってきているというのが最近の傾向だと思います。で、ハンマーコインというのはとにかく枚数が少ないんですね。元々の枚数も少ないでしょうし、まあ、この鑑定で数字がついてる、グレーディングされてるコインっていうのは非常に少ないんで、まあ、今後も値上がりしていく可能性が非常に高いんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画がですね、また100人経った、面白かったという方はぜひいいねとか高評価をつけていただき、あとコメント欄にですね、もっとこういうこと知りたいとか、こういうことがわからないとかっていうことを書いていただければ、長いものは動画にしてお話しできると思いますし、まあ、短いものは、その YouTube のコメントの方で返したりしたいと思っています。あとまだチャンネル登録をされていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。